はい、こんばんは、マスタートです。ダイエット夕食の時間となりました。感謝いたします。用意された妻に感謝して、イエス様の名前によってお願いします。アメン。じゃあいただきます。遅くなりました。はい、風呂上がりって、もう9時ですね。今日は9時です。はい、ちょっとちょっと着込んでますけど、はい、暖房つけてますね。はい、湿度 60%、 22度を超えてますね。今日も10時からの洗濯ライブもダメですね。もう食事前からもギブアップしてます。納豆に、プチサラダとニンニクとトマトですね。はい、ですとメインの少し、明日のおかずにお裾分けしました。じゃあこのタイミングで、マサトの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねよろしくお願いします。じゃあいただきます。肉ですね。はい、やっと、納豆ですね。納豆ですね。はい、納豆がメインですね。もう、先に今日は日曜日は先に、動画をアップして、ショート上げてませんけど、ショートそうと上げていき、少し休んでっていうのが、昨日も何時かな、12時過ぎたんかな、1時、いただきます。昨日11時、30分我慢して、ちょっと開けてもきちんとお休み。仕事よりも遅くなりますね。6時半、3時半、4時半、5時半、6時半か。
以前は11時、12時、終わったのが10時、9時少し夕食食べてからっていうのもあったですね、うん、最近も早めに切り上げようとしてます、はい、メインの肉ですね。それとプチサラダとニンニクとトマトですね。プチサラダですね。と納豆ですね。もう無事でちょうどダイエット夕食ですね。はい、休んで30分休んで元気ユンタクライブできるかいですね。起きれたらせめて10時15分前ですね。先週は2勝5敗ですね。お休みの日曜日と月曜日ですね。今週はもし今日できなかったら昨日できなかったですね。昨日も休んでできそうでしたけどもうちょっと暗い昨日は昨日よりも疲れてますけど、昨日はちょっと完全に朝ですね。昨日休みでしたので、昼からちょっとルーティンの YouTube を撮って2時から3時半過ぎから買い物行って帰ってきて。朝はなんか仕事が入ったですね。ちょっと仕事が入りましたけど、今日は朝11時から礼拝行って12時半ごろ帰ってきて、2時半ですね。12時半って1時半2時半2時間で10分ぐらい休みましたけど2時過ぎから少し10分はい、30分休んで復活したいですけど、はい、10分切ったですね。日曜日のここはい、麺が納豆ですね。納豆にさっき言ったもう2回目かな、プチサラダに、メインの肉ですね。はいはい、じゃあもう2回になりましたけど、はい、ちょっと今日はこれがちょっと昨日けどちょっと分厚いか暑いかな。はい、お茶飲んで、はい、マサトのこんばんは、ダイエット夕食でした。マサトのコメント
YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンともよろしくお願いします。また聖書を学びたいなという友達も募集してます。よろしくお願いします。次回の、こんばんは、ダイエット夕食でお会いいたしましょう。あ、今日は薬ですね。薬飲んだら忘れたらいかないですね。今思い出しましたけど、はい、はい、マサトシタ仕上げです。パッションブルーズ、シャロム、シャロム、シャロム。